それ難しいよ、それ難しいよ、ちょっと楽しみ。そうか、このポジションで扱えそうな、急に伸びてきた人もいたのに、僕は抜けた。今いいのが決まりました。僕が選んだチームはこんな感じです。まあ、大東文化の熊谷選手で、僕がまだ大学生でバスケしてた時に大東文化の選手たちはすごい苦しめられて、その中で引っ張っていたのが熊谷選手だって、本当最初4年生だと思ってて、いや3年生みたいなこと思ったんですけど3年生以下のガードを考えると1番かなと思って、まあピックアンドロールの使い方もうまいですし、冷静に物を見て声も出しますし、リーダーシップもあって3年生とは思えなかったですね。あいつも結構、まあ、攻めに行かず守りにも入らずって感じだと思うんで、一番無難なところを攻めてくると思うんで、熊谷多分あいつも被ってます、多分俺の予想で。で、増田も被ってるんじゃないですかね。他の4人がちょっと楽しみですね。僕の選ぶ選抜チームはこの6人です。法政大学の中村太一君、まあ、全体的な大型化を図ろうかなということと、あの190センチで、まあ、1番から3番まで、まあ、場合によっては4番もできるかもしれないですけど、まあ、やっぱ個人スキルとしては高いものを持ってるなっていうふうに思ってます。次は、東海大学の西田君。西田雄大選手です。まあ、なんか一番安定してるシューターだなっていうふうに思って見てて、代表とかにも一緒にプレーさせてもらって、先輩方がいる中でも物おじせず自分のプレーをしっかりやっていて、ピックアンドロールとかも使って、まあ、自分で打開する力もあるし、まあ、サイズもあって、まあ、シュートもすごい、まあ、クイックなんで、シューターとして西田君。いや3番迷ったんですけど、一緒に筑波でずっとやってきて、硬いというかプレーが、その、まあ、ミスが少ない選手ですし、結構落ち着いて見てられるかなっていうところで、フォワードは筑波大の牧は、まあ、何でもできるし、まあ、ボール運びもするし、こう中に切れ込んでって、まあ、接触しながらも決める力があるんで牧にしましたね。一人でバーって持ってって体ぶつけながらエンドバンとか恥ずかしいですねバスカンとか決めてくれたんで、はい、頼もしかったです。4番は筑波大の増田、得点の引き出しも多いし、4番プレイヤーとしてだったら、まあ、中継役というか、まあ、チームがうまく回るような働きもできるし、はい、4番ポジションとして、やっぱりもうここは不動かなと思ってるんですけど、2年間一緒にプレーさせてもらって、いやもう本当に疲れたらこいつにボール渡せばやってくれますし、大舞台でも本当にインカレの決勝とかインカレの準決勝とかでも本当に気にせずいつも通りのプレーをしてて、わすげえなと思って、ここも不動かなっていうのはあります。やっぱりピックアンドロール上手い選手を入れたんで、ここで生きてくるのはやっぱり力強いビッグマンかなと思って、まあ手も長いですし、苦しめられてちょっと嫌な思い出があるんで、仲間にしたら心強いかなっていうのは思いますね。持ちても自分の能力の限界を知りつつも頑張ってるタイプだと思ってるんで、こいつは限界がない気がします。僕止まらないみたいな、もう本当にみんな飛ばないですもん周りフィリップがもう振りかぶったりした。大変でしたよ本当に、いた時は。筑波大の井上くん、まあ、高校時代から留学生とバチバチやり合ってるってこともあって、ぶつかり合いに強いというか慣れてる。ポストでのステップワークが華麗なステップというか、まあ、ターンとかうまく使えるんで、井上と、まあ、僕結構個人的なあれなんですけど、松脇、日大の松脇選手なんですけど、やっぱりこうそれこそあんまり関わりもなく見たことしかないんですけど、プレーを、まあ、シュートがうまいなっていうのはすごい第一印象で、やっぱりそれこそ爆発力ありますし、チームを勝たせるにはやっぱりこう控えから出てきて爆発力のある選手っていうのが一番大切かなと思って、松脇選手にしました。筑波大の青木太一君、まあ、彼は2番から、まあ、下手したら5番までできるんじゃないかっていう、まあ、リバウンドが強いし、まあ、何より気持ちが強いから、まあ、自分より大きな相手に対しても、まあ、ひるまずに向かってってくれるってことで、まあ、シックスマンとしては適任かなと思って、はい、選ばせていただきました。まあ、一人一人今、まあ、特徴っていうか、まあ、強みみたいなのも挙げさせてもらったんですけど、同じバスケットを経験してきてる分、まあ、いざこう即席で集まっても多分うまくチームとして機能するんじゃないかなっていうのもあって、まあ、この5人プラス太一にしました。応募1個になるのあるんですか。でもみんなバスケ好きじゃないですかね、ハードワーカーだし。じゃあこの中でキャプテンになれるんですか。まあ、やっぱ4年生として青木太一にやってほしいところですが、牧ですかね、まあ、精神的に一番ブレないかなと。僕結構性格が出てるなと思うんですけど、攻めも守りもできる選手を入れた感じがあって、ピックアンドロールがまず上の3人は得意で、状況判断もうまいですし、そこからボールも展開できて、なおかつシュートもあるんで3人とも、
で、増田選手は勝手に1人やってもらえばいいですし、でフィリップがいることによってディフェンスのリバウンドだったりっていうところもしっかりこう獲得してくれますし、オフェンスでもこう力強いダンクとかも見れると思うんで、で最後に爆発力の松崎を控えておくっていう、これが一番いいんじゃないかなっていうのは思います。やっぱ総合力が高いかなっていう風に、このメンバーはみんな走れるし穴がないんじゃないですかね。もうこれ最強だと思いますいやもう圧勝じゃないですかね。正直なところを言わせてもらいますと、このメンバーたちならやってくれると僕は信じています。僕が選んだチームが一番強いと思うので、杉浦優勢には負けられないんで、僕のチームには馬場のチームにはない、チームワークが間違いなくあるので、絶対馬場のチームに勝ちます。